立憲民主党枝野幸男がとんでも理論で政権交代を要求先日立憲民主党の枝野幸男代表が講演の中で次のような発言をいたしました民主党政権時代の顔ぶれじゃない方がいいという人もいるが当時の政権中枢部などの当事者でもう一回政権交代をしないと同じ失敗を繰り返すとなっておりまして 本当に言葉が出てこないんですけども枝野さん例えばこれまで民主党が名前を変えずそのまま民主党として存在し続けて立憲民主党だ国民民主党だ民進党だと名前を変えて国会で民主党の不手際について批判されたらもう 私たちは名前を変えてるから自分たちの責任じゃないんだと逆ギレして発狂するような方々でなければこのような主張もまだしてもいいのかなと思うんですけども彼らは名前を変えて完全に逃げて何の反省もしておりませんのでもし政権交代をしてしまったらまた同じことの繰り返しになりますよ今の日本政府は 円高を放置して日本全体を不景気にしていませんし、地震などの災害があっても原発を爆発させていません。原発だけではなくて民主党は、あらゆる災害に何の対応もできませんでした。また中国が尖閣諸島を侵略しようとしても、今の政府は中国に屈せず、徹底的に対抗しています。民主党は、 中国漁船の尖閣諸島衝突事件を受けて、検察に圧力をかけて、中国の船長を本来は確実に絶対に起訴できたのに、裁判にかけれたのに、中国に引き渡すと、そのまま処罰せずに逃がしたという、民主主義国家として、法治国家として、 ありりえない対応を取っておりますそんな失敗を失敗というかもう意図的にやったとわざとやったと言わざるを得ませんがそういったさまざまなおかしなことをですね不手際を連発させた民主党の方々が何の反省もせずに民進党立憲民主党国民民主党と名前を変えて逃げ回っている現状で万が一 もう一回政権交代をしてしまったら、同じことが起こるだけですよ。そもそも民主党はもともと社会党じゃないですか。社会党の人たちが政権を取って、これまた民主党と同じように、大失敗を犯して、国民から見放された。そこで名前を変えないと、政治家として生き残れないとして民主党を作った。 で、民主党がまた政権交代をして、社会党と同じように、政権を取ったら、同じような失敗を繰り返している。また、立憲民主党なり、国民民主党なりが政権交代して政権を取ったら、同じことの繰り返しになりますよ。今度はどんな名前にするんですか。また、立憲社会党とか、 国民社会党とかそういった名前になるんでしょうか本当にですね国民をバカにするのもいい加減にしてくださいもう国民は社会党民主党なんちゃら民主党にもうんざりしておりますただ気分が悪くなるそれだけで済めばいいんですがそうじゃないんですよ国民の命に直接関係してくる 実上国民に危害を加えるような政権を政党をですね政権につかせることなんてできないんですもう今回の枝野さんの発言同じ顔ぶれじゃないと同じ失敗を繰り返すという発言もう意図的にやったと白状したと見られても仕方がないんじゃないでしょうか自分たちが失敗したと 同じ失敗を繰り返さないように、あだこうだというのであれば、まずその失敗に対する反省と対策が絶対に必要であります。立憲民主党には反省もなく、当然対策もなく、ただ名前を変えて逃げ回るだけ。これが彼らにできる精一杯の対策、対応であります。そんな人たちに、また政権を任したら、 社会党で起こった失敗がまた民主党で繰り返されて民主党で起こった失敗がまたなんちゃら民主党で繰り返されてと同じ失敗が続いて被害を受けるのは国民です。もう日本国民は元社会党元民主党のまるまる民主党の皆様には絶対に騙されませんのでぜひとも 立憲民主党や国民民主党の皆様には、直ちにですね、自主的に政治家を辞めていただき、これ以上国民を危険にさらさないようにお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。